皆さんこんにちは。私たちがプリズムティーンズです。古井美香です。石川かれんです。イエーイ。今日は何をするんですか？千葉の名産品を買ってきたので、それを紹介していきたいと思います。はい。今回ね、いろいろリアルな意見でデビューしていけたらなと思います。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、プリズムティーンズ、まずは何紹介するんですか？まずはこちらです。はい、銚子電鉄のぬれせんべいです。おー、ぬれせんべいって何？なんかね、私も今さっき聞いたんですけど、銚子電鉄っていう鉄道会社があるみたいで、そこが昔廃線の危機、なんか経営がうまくいかなくって、うん、廃線の危機になったらしいんですけど、その時ぬれせんべいを作ろうって言って作ってみたらすごく売れて、うん、でその廃線の危機を救った奇跡のぬれせんべいから有名なんだって。このせんべいが、そうそうそう、日本を救った。日本っていうか調子でだいぶ規模が大きくなっちゃったそう、どれがいいですか？これ、じゃあ甘口。甘口。じゃあ私は薄口にしてみます。いただきます。いただきます。でっか、見て、おせんべいじゃ考えられない曲がり具合。美味しい。うん、濡れてる。大人みんな笑ってる。濡れせんべいなんだもん。でも1枚でお腹いっぱいになります、これ。うん、いい、大満足。私、銚子住んでるよって人とか、銚子電鉄に貢献したよって人教えてください。はい、続いてはこちらです。サバカレー、じゃじゃん。ここに温めてきたので、食べる前に分けて食べていこうと思います。はい。じゃあこっちに取れちゃう。やばくないですか？これ見えます？これがサバなんです。サバ。じゃあいただきまーす。初めてお魚入ってるカレー食べるの。結構ごっつりさ、サバ丸々入ってるよね。ね。すごいね。いただきます。いただきます。うん。うん。めっちゃカレーだ。超お魚の匂いがします。うんふん。でもさ、多分しっかりさ見知られてるからさ柔らかい、柔らかい。ではサバカレーで食べてください。次はい、では次はこちらです。はい、ピーナッツハニーです。おー、これあのスタッフさんに、あの千葉出身の方がいるんですけど、その方が給食によく出てきたって言ってて、うん、食べてみる。うん、食べてみよう。味噌、かっこピーナッツ味噌って書いてる。あ、ピーナッツ味噌は聞いたことある。でも蜂蜜入ってなくない？入ってるよ。めっちゃ指差しながら蜂蜜入ってなくないって言ったよ。へえ、食べてみようか。いただきます。いただきます。なんかキャラメルみたいじゃない、食感。うん、あ、ピーナッツだ。うん、お味噌。偏差値低めな感想。ピーナッツだ、お味噌。これ給食に出たら嬉しいかも。うん、美味しい。絶対さ、おかわりじゃんけんするよね。なんかさ、ピーナッツバターの味に近くない？ピーナッツだからね。あー、はい、続いては千葉県といえばのこちらです。落花生。落花生知ってる？落花生？知らん。ピーナッツ。でもなんか普通のピーナッツじゃない？どんなピーナッツ？あの柿の種に入ってるの。そうです。あ、そうそうそう、これ剥いたらそれだから。あ、そうなんや。そう、え、あの私千葉県に今住んでるけど、もともと北海道なんですよ。北海道って、うん、あのお庭外の節分の時に落花生投げるんです。これを投げる。そう、初耳。北海道は殻が割れるまで投げます。結構、ですよね。痛そう。殻がぶん、もう散ります。で、これはあの殻付きで中身は食べるので、ちょっと一緒に、じゃあ年の数食べる。でも私10個くらい食べたら話出ちゃうからさ、うん、数ちょっと守らないと。17? 2個くらい食べよう。うん、結構簡単に。キュッて潰したらね、割れるの。なんか繊維に沿って多分。おー、すごい。そう、これ薄皮が、これ薄皮が苦いんですよ。え、かわいい。
でも私はこれ苦手、苦いの。行かなくていいんだけど、うん、苦いよ。ん？苦い？おいしい。これもASMR向きだ。うん。口元ゆるかった。ASMR 向き。おいしい。おいしいよね。あの今さっき言った千葉県民のスタッフさんが教えてくれたんですけど、ピーナッツの割り方はこうやってある時のお尻がちょぴんってなってるとこがあるんですよ。お尻がちょぴんってなってると、そのお尻をこうやって押すと割れて綺麗に食べれる。めっちゃすごい。らしいんですけど、ほら、さすが千葉ね。だから落花生ぜひ食べてください。落花生農家の方、ご連絡お待ちしております。ご連絡コメントまでお待ちしてます。はい、次はピーナッツもなかでございます。はい、千葉から北海道に帰省するときとかに、うん、このお土産を持っていくとすごい喜ばれる。え、そうなの？千葉だってみんな言う。かわいい、これ箱の色。ね、こんな色だったんだ。うわ、すごい。これもなんかあれ見た。そう、ピーナッツの形なんです。落花生？そう、落花生の形なの。こちらお色味がですね、あのベージュ寄りの茶色となっておりまして、あのちょっと編み編みの模様がついてます。見えますでしょうか、こちら。あ、見えますね。テクスチャーどんな感じですか？テクスチャーはちょっとボコイです。ボコイ、そうですね、ボコイです。いただきます。美味しい、うん、中が甘い。落花生の甘露煮が入ってるみたい。甘く煮たピーナッツがこのペーストの中に、あの形残して入ってる。すごい。1個132キロカロリー、結構ボリューミーですね。次行きます。あ、お土産にぜひどうぞ。ピーナッツモナカ好きな人いたらコメント待ってます。次紹介するのはこちら、房総エビせんべい。エビせんべい。すごい。分かった。房総エビせんべい。エビせんべい。これさ、うん、パッケージ可愛いからさ、それな、分け買い。うん、分け買いしちゃいそう。うん、房総ってさ、あの荒ぶる方と思った。アラブの方。アラブル方。アラブル方。そう、じゃじゃーん。結構ちっちゃくていいね、これ、うん、友達にも配れそう、お土産として買ってったら。甘いの続いてたから嬉しいね、しょっぱいのね。見て、わかった、赤いんです。え、見たことある。伊勢海老の色。いただきます。いただきます。なんかクッキーみたい。おいしい。クランチクッキーみたいな。うん、うん、フリサルティーンズチャンネルを見てもらってるエビがいらっしゃいましたら、コメント欄お待ちしております。伊勢エビ、桜エビ、ブラックタイガー、お構いなく連絡してください。だが連絡じゃない。じゃあ次行きます。はい、続いてはこちら、じゃじゃん、丸ごとエビワゼリー。こちらも房総限定の商品ってなってます。こちらはですね、プルプルのゼリーにフレッシュなビワが丸ごと1個入っただって。え、丸ごと？え、お、入ってる。しかもね、ドラゴンボール。え、食べてみる？食べよう。いただきます。じゃあまずビワないとこから食べる。ん？美味しい。美味しい。いただきます。じゃーん。ビワって桃みたいなんだね。うん、美味しいね。さっぱりした。それでは最後はこちら、ゆで落花生。こちら食べたことある？ない。ないよね。私も初めてなんですけど、今スタッフの大人の皆さんがこれは好き嫌い分かれるよって言ってて、うん、私たちも好きか嫌いかちょっとまだ分かんないので、ちょっと楽しみです。食べていこうと思うんですけど、お皿に出していきます。教えてもらった割り方で。え、割りやすいね。食べてみます。ちょっと塩味する。枝豆、美味しい。なんか食べたことある味。美味しい。うん、好き嫌いの好きでした、私たち。うん、うん、なんかに味似てる。枝豆じゃない、なんか似てるよな。うん、じゃがいも、栗。なんか、うん、お芋、芋栗っぽいよね。うん、美味しい。ぜひ食べてみてください。皆さん好き嫌いどっちかわかんないですけど、好きな人も嫌いな人もコメントで教えてください。ジャイフルエリ。はい、今回は千葉県の名産品をいろいろ紹介しました。いっぱいあったね。いっぱいあったね。
なんか千葉県、今千葉県民なのに知らないものもいっぱいあって面白かった。結構千葉って何あるのって聞かれても今までディズニーとかしか言えなかったんですけど、うんうんうん、こんなに美味しいものいっぱいあるんだったらもっと進めてみようと思いました。あと皆さんのお住まいの地域の県の特産品もあったらコメント欄でぜひ教えてください。振り袖ティーンズチャンネルでは今後私たちが毎回ジョイフルエリさんの振り袖を着ながらトレンド情報をお届けしたりいろんなことに挑戦していますので、何かやってほしいことなどがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、毎週金曜18時に動画が公開となりますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。今日はなんでカノピがいないの？今からカノちゃんにとある検証をしていきたいと思います。意味のわからない日本語を使っていたらカノちゃんは持ってくるのかどうするのかという検証でございます。